滋賀県全県区は、かつて存在した、衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員、総選挙から設置された。廃止時の定数は5。現在は、滋が1区、滋が2区、滋が3区、滋が4区に分かれている。自治体の名称は、第40回衆議院議員総選挙時点のものである。 1950年公職選挙法施行当時の区域も同じである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数917,067人、投票率71.73%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数857,990人。 投票率 77.、77.46%第38回衆議院議員。総選挙7月6日。執行当日有権者数、80万7393人。投票率 78.、78.01%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日。有権者数、77万9619人。投票率、 67.49%第36回衆議院議員、総選挙6月22日執行。当日有権者数、73万5714人、投票率 76.、76.84%第35回衆議院議員、総選挙10月7日、執行当日有権者数、72万5524人、投票率、 69.33%第34回衆議院議員。総選挙12月5日。執行当日有権者数。69万1233人。投票率 79.。79.10%第33回衆議院議員。総選挙12月10日執行当日有権者数。63万8920人。 投票率 75.、75.67%第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数59、594。035人投票率 70.、70.38%第31回衆議院議員、総選挙1月29日執行当日有権者数、54万4766人。 投票率73.78%第30回衆議院議員総選挙11月21日執行当日有権者数53万9914人投票率74.19%第29回衆議院議員総選挙11月20日執行当日有権者数52万2026人投票率 77.06%第28回衆議院議員、総選挙5月22日執行当日有権者数、人投票率。第27回衆議院議員総選挙2月27日執行、当日有権者数、人投票率。第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数、人投票率。 第25回衆議院議員総選挙10月1日執行、当日有権者数、人投票率。第24回衆議院議員総選挙1月23日執行、当日有権者数、人投票率。第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数、人投票率。ありがとうございます。